お待ちしておりました、レイモンド卿。四方位すべての門が開かれました。時が来ました。シグナ・ノイク・ラージ。ルシリス様のご家具をこの大地へ。すべての横島なる者の侵略から救いたまえ。シグナ・ノイク・ラージ・ディ・ルシリス。安心はまだできません。魔族の中でも、 力の強い者はまだ侵入できるでしょう彼らには次の計画があるはず対抗するためにより強い力を持たなければなりません覇者の剣ですそれを手に入れるべきでしょうあなたたちの中で最も優れた戦士に取ってきてもらいましょうルシリスゲートの力に陰りは見えませんやはりヴェルゼリアに伝わる魔族の剣 アルハザードの影響かと思われます。アルハザードは魔族の王たる象徴。闇の者の,の持つ力を増幅させる能力があります。魔剣アルハザードを封印するには、剣の持ち主である魔界王子ボーゼルを倒すしかありません。黒い闇が、再びこの大地を覆い尽くしてしまうのでしょうか。どうか、ご分を。 ヴェルゼリアに対する策を考えてまいりました魔族の王ボーゼルはアルハザードの力を使いルシリスゲートの力を無効化しましたそれゆえ魔剣アルハザードに対抗する力を我々も持たねばなりませんもちろんハジャの剣は必要ですしかし今のハジャの剣の力ではアルハザードに対抗することができませんそこで ハジャの剣をより強力にするために、ある人物の協力が必要です。その方を連れて、中央ゲートまでいらしてください。ハジャの剣を強化するには、あと一つ、どうしても必要なものがあるのです。いいえ、探す必要はないのです。ジークハルト王。あなたは、高尚な魂をお持ちです。あなたは、 この世界のために、命を捨てる覚悟が終わりですかお久しぶりです、大馬様。早速ですが、あなたの力を貸していただきたいのです。では、ゲートの力で天界へ転移します。ルシリスゲートの封印を解放し、我らを女神のもとへと導きください。ケスレ・ケハニトス。ケスレ・ケハニトス。 ルシリス様、我らの願いにお答えください。ルシリス様、エルスリード王国国王、ジークハルト、並び以下の者をお連れいたしました。気高き御霊を宿りし者の、平和の願いを永遠に。その剣が、ジークハルト王なのです。ではルシリス様、早速地上に戻り、 ベルゼリアの野望をを食い止める手筈を整えます <laughs> あなたたちの思っている娘とは違いますがこうしている間にもベルゼリアは悪しき計画を企てているでしょう一刻も早く地上へ戻りましょう何やら悪い予感がしますね私も一緒に向かいましょう場合によっては共に戦います 闇の国を消滅させなければこのような悲劇がまた起こるでしょうリハルト急ぎましょうキリカゼの言う通りですボーゼルを倒さない限り人類は脅威にさらされたまま永遠に問題は解決しません私も初めてですがルシリス様から聞いていた場所と様相が一致しますここで負ければ人間世界全てが 魔族に奪われてしまいます。皆さん、それがアルハザードの力なのです。アルハザードは自らの意志で主を選び、主には魔族全員が忠誠を誓います。その忠誠が巨大な力を主に与えるのです。その力は無限と言われています。今後悔しても手遅れです。ボーゼル、ルシリス様の名にかけて、あなたを倒します。 それが、私の使命皆さん、魔剣を封印する儀式を行います。<laughs> わずかですが、彼からは魔族の魔力を感じます。だとしたら、ウィルダー王と会う必要があります。ウィルダー王はこの奥ですね。とにかく、直に会ってみないことには真相を突き止められません。ないことはありませんが。 虫を追い出す魔法があります。ただし、虫によって流られていた命です。虫を取り除いてしまえば、数日の命になるでしょう。いいのですか虫の力がなくなれば、あなたの肉体は崩壊を始めます。その時の苦しみは計り知れません。苦しみから逃れるため、死を望むことになるかもしれませんよ。 わかりました。では、術の準備をしましょう。聖なる光の神ルシリスの癒しの力よ。我に力を貸したまえ。光の力をもって、その者の,の自由を奪う、横島なる存在を取り除かん。レス・イービル・ダス・レーム。ラングリッサーは魔族の悪しき力を封じます。 あなたの魔力も例外ではないのです。さあ、そろそろ行きましょうか。人類の平和をかけた、最後の戦いに、ラングリッサーなら、ラングリッサーなら、可能性があるかもしれません。ほんの少しでも人の心を取り戻してくれさえすれば、ラングリッサーは、アルハザードと邪神だけを断つことができるでしょう。 彼本来の心と、アルハザードに植え付けられた人格が戦っているのです。これで、アルハザードと、その魔力を閉じ込めたロッドを別々に保管しておけば、そう簡単に封印が解かれることはないでしょう。ならば、私もエルスリード王家に仕えることにしましょう。ええ。アルハザードの封印を解こうとする者が、現れないとも限りません。 それにラングリッサを狙う不心得者が現れることも心配ですこの2つの問題が完全に片付くまで私は人間界にとどまろうと思います <laughs> 私は本当の人ではないのですよ記憶だけを保ちながら転生を繰り返す術を心得ています受け取ってはどうですか東方の国では 刀は自分の命と同じ。その刀を託す意味は、わかるでしょうカオス復活の儀式を行うとすれば、それはベルゼリア城を置いて他にありません。急ぎましょう。彼に時間を与えてはいけません。こうしてカオスの復活は防がれ、エルスリード王国を築いたジークハルト王と、 聖剣ラングリッサーの話は伝説となりました。ですがそれは二振りの剣をめぐる壮大な物語の序章に過ぎないのです。そしていつの日にか再び、時の歯車は回り始めることでしょう。聖剣ラングリッサーはまだ蘇りそうもありません。私が知っている限り集められていない記憶が、 ままだたくさんありますもし魔剣アルハザードが再びこの世に現れたら魔族の大軍も必ず現れますそうなる前に盟友へ戦争に備えるよう伝えなければいけません私は今すぐ連邦へ向かいます魔舟はどうですか <laughs> 不幸中の幸いですね魔剣を手に入れたボーゼルは おそらく全ての魔性を復活させたと思います。魔族も続々と魔境の地から湧いてくるでしょう。どうしてもボーゼルが混沌の王を召喚する前にこの戦いを終わらせなければなりません。これはいつかばちかの勝負になります。その通りです。ヴェルゼリアで私たちが政権の散らばった記憶を集められれば、 ラングリッサーは再び後期の末裔のもとに戻ります。しょうがないですね。本当に。マシューたちはまだですか私たち、あとどのくらい待つのでしょう。マシュー、早く飛空艇に乗りなさいそうです。かつての光の勇者も、この飛空艇を操り、光へ向かいました。ええ、その通りです。ついに。 闇の王子が再び消滅したことにより、希望の光が大陸を覆っていた闇を吹き飛ばしました。エルサリア大陸に再び平和の時が訪れたのです。県中軍の皆さん、あなたたちは、古の英雄伝説にふさわしい伝説を成し遂げたのです。<laughs> 私の言い回しが古いのかもしれませんね。大行すぎてすみません。何はともあれ、賢中軍の皆さん、ルシリスの皆のもとに感謝を申し上げます。その通りです。そしてこれは、賢中軍の皆さんと私が共に成し遂げなければならないことなのです。この時代の闇の王子は破れ、 光と希望が人々の心に灯りました。この得難い平和の灯火を守るため、私たちは最後の儀式を行わなければなりません。ラングリッサーとアルハザードの封印です。残念ながら、その通りなのです。もし聖剣と魔剣がこの世に存在し続けたのなら、無数の人々の欲と野心をかきたって、 剣と共に互いを切り裂き、また混乱と闘争が世界を支配することでしょう。女神の化身として、私は光の末裔が下した最良の選択。ラングリッサーとアルハザードの封印を行う必要があります。ええ。皆さんの理解が得られて幸いです。よろしいですかでは落ち着いたら、早速、 聖魔剣の封印の儀式を始めましょう。はい、マッシュ。どうしました西の空あれはイエレス大陸の方向です。まさか。わかりました。では出発前に説明しておきたいことがあります。まずはイエレス大陸についてです。あなたたちもすでに何人かのイエレス大陸の英霊に会ったことがあるでしょう。 しかし、彼らの記憶は150年前のもの。前回のセ魔マ剣戦争のものです。その通りです。原初のラングリッサーは前回の戦争終結時に破壊されたため、聖剣の記憶もこの150年間は空白となっています。私の記憶ではエルサリアとイエレスの間は自由に行き来ができていました。 しかし、百年ほど前に異変が起こり、巨大な魔法の霧が、結界のようにイエレス全土を覆い、連絡が取れなくなったのです。ちょうどその頃、私は転生したばかりで幼く、この異変の原因を究明することはできませんでした。ええ。次はその話になります。私は全力をもって、安全な航路を魔法で作るつもりです。 しかしどう見積もっても飛空艇はイエレス大陸沿岸にしか届きませんアメルダ新たな政権の力をうまく使ってくださいあのイエレスを覆う霧を打ち破るにはラングリッサーにかけるしかありません地表からでしか航路を開く魔法を使えませんなので私は後から駆けつけることになりそうです <laughs> イエレス大陸には以前よりこのような古代技術がありました「電糸の鏡」という不思議なアイテムがあり私も何度か使ったことがあります最後に一つ双子の月の出現とイエレス大陸に向かった赤い彗星ですがこれは150年前に大陸から消えた原初の魔剣シンアルハザードと関係があると 私は考えています。皆さん気をつけてください。マッシュ、あなたの持っている闇の王子ボーゼルが作った新しい魔剣をしばらく預からせてください。あえ、ええ。確かに、その通りです。では、アメルダとグニルはどう思いますか 皆さんの考え、わかりました。もしエルサリア大陸ですべきことを終えたのでしたら、飛空艇に乗り込んでください。ようこそ皆さん。私がジェシカです。闇の剣、アルハザードですね。そしてあなた方が知りたいのは、ダークロッドのありか。世界に満ちた邪悪な波動。そして、 各地へ侵略を始めた帝国軍の動き。さらに、帝国軍の侵略する先に常に関連しているもの。それは、闇の魔剣、アルハザード。この波動からすると、アルハザードはまだ完全ではないようです。アルハザードの忌まわしき力を目覚めさせてはいけません。ダークロッドは、聖地レイテルにあります。 その声は、エグベルトエグベルト。やはりあなたは、どうあってもアルハザードの封印を解くつもりのようですね。確かに。転生の方は、術者の老いた肉体を捨て、再び転生する代わりに、魔力も処方へ戻してしまいます。しかし、だからといって、アルハザードの復活を見逃すわけにはいきません川の向こうまでは、 炎は追ってきません。急いで対岸まで逃げましょう。しかし、ダークロッドの場所を知られたとなると、休んでもいられません。エグベルトより先にダークロッドを手に入れなければなりません。私もあなた方に力を貸しましょう。そういえば、あなたのティアラですが、せっかくなので、この機会に話しておきましょう。私は昔、 ある王家に仕えていたのです。その時の王子も、あなたと同じティアラをつけていました。そして、その息子も。そうです。あなたこそ、後期に導かれし者。後期に導かれし者とは、暗黒の魔剣、アルハザードをめぐる戦いに打ち勝つために、選ばれた者たちのことです。エグベルトに、 帝国にダークロッドを奪われてはなりません。聖地レイテルへ向かいましょう光の末裔にとってアルハザードをめぐる戦いは使命とも言えます古代のガーディアンダークロッドを守る者私が転生を行う前彼は私の元で魔道を学んでいたのですしかし次第に彼はより強力な魔力を発するようになりました そしてベルンハルトを帝王として、レイガルド帝国を築き上げたのです。私は今、あなたに魔導を教えたことを後悔しています。でもせめて、私自身の手で、あなたのその野望を終わらせてみせます。しかし、ガーディアンが守るべき目標を失って、動き始めてしまいました。ガーディアンたちを野放しにして、この場を去るわけにはいきません。 ダークロッドが奪われた以上、アルハザードの力の解放も、時間の問題でしょう。闇の魔剣、アルハザードに対抗できる剣は、光の聖剣、ラングリッサーだけです。人目につかないよう、バルディア城に封印してあります。では、バルディアまでの案内は、ディアナさんにお願いします。私は帝国の侵攻に備え、諸国を説得して、 帝国に対抗する勢力を作ることにします。帝国はきっと、ラングリッサーも探しているはずです。急いでバルディアへ向かうのです。放っておけば、麓の村を襲うでしょう。彼らを倒すか、我々が死ぬまで、ガーディアンは追ってきます。彼に騙されないで間に合いました。ラングリッサーを守る騎士よ。光の女神は、あなたを見捨てません。 手は打ってあります。光の女神よ、我が祈りを聞き入れたまえ。混沌の魔の手が、すでに運命の子に及んだ。夜明けへの旅を始めなければなりません。あなたに人間界の代理人として、後期の力を貸し与えましょう。歴戦の勇者たちよ。女神の名のもと、ここへ集うのです。少年よ。 ここはあなたの夢の中です。目の前の者たちを怖がらないで自分の力を信じるのです。さあ、私が導きましょう。まず敵に近づくのです。よくできました。あなたはもう自分の恐怖に立ち向かえます。そのまま待機してください。今こそ自分の中の恐怖を撃破するのです。そこまでです。 闇は光に勝てませんダメです私たちの今の力では、彼にかなわない女神よ我らに希望を与えよイルザック王城が包囲されておりますレディン様それどころではありませんラングリッサーが皇帝ディゴスに奪われてしまいましたあの剣は、イニシエの邪悪を封じていたのです その力ゆえ無限の力を与えると言われつつも危険とされていたのです邪悪の復活は時間の問題でしょうおそらく知らないでしょうこれを知っているのは亡き国王と王宮魔同士である私だけのはずですいくらアルバート殿といえどそろそろ限界でしょう偵察隊の伝令によると敵の軍隊が後退し始めたようです敵の援軍が現れました やはりそうですか。光の末裔、聖剣の記憶が生み出した時空の裂け目が何者かを召喚しています。そうです。やっと会えましたね、マッシュ。話は後です。まずは目の前のことを。気をつけてください。強大な者が召喚されます。レオン。レイガルド帝国、清流騎士団団長。 伝説に歌われる大陸最強の騎士、レオン。レオン、教えてください。あなたは時空の裂け目から出てきました。あなたは一体、敵ですか味方ですかそうです。それが、光の女神がアメルダに与えた使命です。レオンが召喚されたように、時空の裂け目の中には、もっと多くの聖剣の記憶があります。 時空の裂け目の英霊が与える試練を乗り越え、大陸の聖剣の記憶を集め、聖剣を再び蘇らせるのです。それがあなたたちの使命なのです。さあ、時空の裂け目はあなたたちの進む先にあります。きっと聖剣があなたたちに様々な伝説を見せてくれるでしょう。前に進みますか 他の場所は流れがきつく、都船は無理でしょう。おそらく、その通りでしょう。王子、これ以上戦いが長引くと、敵の増援部隊が到着してしまいます。人々が聖剣ラングリッサーを蘇らせることができるように、女神は自分を犠牲にしました。聖剣と魔剣の戦いは、はるか昔の話。今この大陸に生きる人々は、 もうその歴史を知りません。エルサリア大陸で聖剣と魔剣の名前を聞かなくなってから、随分と時が経ちました。それは私もわかりません。聖剣と魔剣はもうすでに存在しないはず。ですが、暗闇の勢力は消えていません。しかも、シベリル帝国の中枢に入り込んでいるようです。 あなたたちを襲った帝国大主教。彼の正体は混沌の王の下辺、闇の王子ボーゼル。帝国にもまだ正しき心を持つ人間が存在するのでしょう。今現在、帝国と連邦の国境線は監視が厳しく、我々が自由に動けるのは連邦と帝国の中間地域だけです。そうでした。アメルダさん 浮遊城へ着く前に、これを渡しておきましょう。自供の時計。これは、あなたにしか扱えない魔法の道具です。これを使用することで、あなたは、聖剣の記憶がある場所で、自由に時空の裂け目を作り出すことができます。心配いりません。自供の時計があれば、時空の裂け目を開き、英霊のタスクを得ることができるようになるのです。 もうすぐ目的地です。自供の時計ももうすぐ使えるようになりますよ。王子、あの男を許すわけには参りません。私が礼儀というものを教えましょう。さあ、急いで行きましょう。アメルダ、自供の時計を開いてください。集中して自分の心に満ちる光の気配を感じ取るのです。そう、それこそ、 あなたが備える光の末裔の力、聖剣の力です。さあ、時間の裂け目にあるものを掴むのです。いけない落ち着くのですアメルダ落ち着いてマッシュグニル、戦いの準備をヘイン、エルウィン、リアナまさか、時空の裂け目から、あなたたちが出てくるなんて。ヘイン、私も。あなたは、 私の一番弟子です。あ、あれはバジェリスクそうですね。彼女は富裕城に執着しすぎでしてね。たまに、私でさえ少し引いてしまいます。私は富裕城を見たことがあります。懐かしいですね。私はアンジェリカができるのを信じています。彼女にはそういう才能があり、科学の知識においては、 私を凌駕しています。<laughs> かなり昔混沌の力を復活させようとした男の名もボーゼルだったと思いますが闇の王子と呼ばれるからにはおそらく同一人物でしょうその昔バルディア王国はその名で呼ばれていましたこれはこれはバルディアに伝わる古代文字です魔導士ボーゼル 闇の力を解き放ち世界が闇に覆われるこの時エルスリードの王ジークハルト光の軍勢を率いこれを迎え撃つそしてラングリッサーによりベルゼリアに闇を封じる気をつけてあれはゴーレムです王子もう一刻の猶予もありませんここで負けるわけにはいきませんここれが闇の力の本体想像には 混沌が必要だというのですかお疲れ様ですマ魔衆帰り道でイバス連邦の傭兵団に襲われたそうですね <laughs> 少し連邦を調べてみましょうひどい状況でないことを祈ります希望はいつも劣勢の中にありますそうでしょ早く行きなさい気をつけるのですよ どうやら彼女は何者かに操られているようです。彼女の精神に作用している強力な呪文を感じました。誰かが彼女の意志を奪い、手先として操っているのでしょう。考え込んでいる暇はありませんよ。新手の守備隊がこちらに向かっているのです。ここは私たちが引き受けます。あなた方は城内に急いで。守備隊に魔物使いがいて、破るのに時間が。 <laughs> まさかあなたは闇の王子ボーゼル一体いつの間に復活したのですこれではっきりしましたなぜ魔族の者たちが動き始めたのかが全てはボーゼルあなたの仕業だったのですねそうはさせませんアルハザードを復活させはしません帝王ベルンハルトよ その者のは闇の王子、ボーゼルです。あなたはただ彼に利用されているだけです。アルハザードはあなたが思っているようなただ力を与えるだけの剣ではありません。この世界に破滅をもたらす呪われた魔剣なのです。アルハザードは持つ者の,の心をも狂わせる魔剣なのですよ。おそらく、呪われた大陸、ベルゼリアでしょう。 エルスリードのあの戦いを繰り返さないために私がまだ天性の秘術を身につける前のことですアルハザードの力によって闇に世界が支配されそうになったことがありました魔剣の力は強大で私たちは辛く苦しい戦いを強いられたのですそして時の王ジークハルトが魔剣の力に対抗すべく自らの命をかけて 一振りの剣を作り出しました。それこそが聖剣ラングリッサーなのです。私たちはその聖剣の力を得て、ようやく魔剣に封印を施すことに成功したのです。しかし、多くの命が犠牲になりました。あの惨事を再び起こすわけにはいきません。アルハザードの復活は何としても止めねばなりません。 私は先にベルゼリアへ行きアルハザードの復活儀式を行っている場所を探しますエルヴィンたちもすぐベルゼリアに向かってくださいでは私は一足先にベルゼリアに向かいますレスターベルゼリアまでの道案内は頼みましたよこれはまずいことになりましたね少々まずいことになりましたイバス連邦の傭兵団がここへ向かってきています 方法は一つしかありません。アンジェリカティスラー王を起動するには、あとどのぐらいかかりますか仕方ありません。城が上がるまで、私たちで頑張りましょう。今回は私も出ます。よろしいですかマーケボイ団長殿。あなたは悪い人ではないと思うので、教えて差し上げましょう。あなたの近くに潜む闇の使者に気をつけてください。 私がかつて戦った敵魔将軍ガイエル彼が連邦の傭兵団にいるようです浮遊城は昔ラーカス王国と呼ばれていました懐かしいです <laughs> 勝利の宴会になりそうですね私もご商売に預からせていただきますエルウィンあなたが光の末裔として生を受けたのは運命かもしれません しかしここに集まった仲間はあなたが光の末裔だという理由で集まったのではありません前に進むしかないのではありませんか光の末裔としてだけではなくあなた自身として急ぎましょうエルウィンアルハザードの力が復活すればとても私たちの手に負えるものではありませんあなた自身を信じたからこそ 今まで一緒に戦ってきたのではありませんか待ちなさいそれ以上はやらせませんよアルハザードを解放することがどんなに危険なことか知っているはずですなのにどうして闇のものに仕えたりするのですおそらく光の巫女と闇の巫女おそらく封印を解いた後闇の力を注ぎ込むのが役目なのでしょういけない封印が エグベルトがボーゼルに仕えたふりをし、逆に利用していたようです。そして、アルハザードを復活させ、ベルンハルトを呼び寄せた。皆さん、これから私がベルンハルトを道連れに、異界へ転移します。私がベルンハルトのそばへつけるよう、援護してください。なぜそんな真似を。ボーゼルを倒したとはいえ、 闇の力を利用するのは危険すぎます。アルハザードの復活がどれほど危険か知っているはずです。闇の力の復活を阻止すべきあなたがなぜ暗黒の力を増長させるのですか天地創造の時より時の流れと空間を滑る者よ。時と大地の門を開きて我に力を貸したまえ。イリュード・レタ・ケセル・ラ・ドール なぜそんな真似をボーゼルを倒したとはいえ、闇の力を利用するのは危険すぎます儀式で疲れているボーゼルなら倒せると思ったのでしょう。実に見事な作戦です。今度はあなた方が闇の力に取り込まれてしまうのですよそして、やがてはボーゼルと同じ道を進むだけだということになぜ気がつかないのです 帝国の兵士がカルサス平原に集まっています。戦争がいよいよ始まります。今一番重要なことは政権の記憶を集めることです。政権が復活すれば戦争を止められるかもしれません。サルラス砂漠。そこにはかつて光の神殿がありました。そこなら何かあるかもしれません。アメルダ 今回私は同行できませんがもし必要があれば私を召喚してくださいエグベルト愚かなあなたは間違っていますベルンハルトエグベルトエグベルトはボーゼルと戦うための強大な力を必要としましたそれも早急にだから彼は禁断の魔術にも手を出したのです その結果、強大な魔力を手にすることはできましたが、その見返りは生命。彼の肉体は魔の影響のために蝕まれていたのです。だからこそ、その残り少ない命を、彼の認めた男、ベルンハルトに賭けたのでしょう。いけない剣の魔力が暴走していくい,いえ、私の記憶に間違いがなければ。 あのレオンという男もラングリッサーを抜くことができるでしょう。彼の持っている異国の剣がもし本物ならば、彼も光の末裔の一人です。その通りです。私が中央の祭壇へ向かいましょう。みんなは援護してください。まだ帝国軍も手に入れてはいません。あなたの機動力を生かせば間に合うかもしれません。私はここで援護します。あなたはまっすぐ祭壇へ。 ラングリッサーを取りに行ってください間に合いませんでしたかやめなさいシェリーこれ以上戦い続けてもこちらの被害が増えるだけですここは一時引きましょうこれほど早く用意が整うとは正直驚きましたどうやら彼らが来たみたいですね力による統一に何の意味があるというのです真の平和とは互いの信頼によって生まれるものです いいえ、アルハザードは闇の剣。闇の力では平和は呼べません。仕方ありません。全力で彼らを阻止するしかないでしょう。すでに魔剣アルハザードを持つ皇帝に、ラングリッサーが渡れば、事態はより深刻になります。どうやら、これ以上話し合っても無駄のようですね。<laughs> いよいよ帝国軍が近づいてきたようですね。リアナ、急いで逃げなさい。 おそらく、エグベルトの目的は、あなたを捕らえ、魔剣の封印を解かせることです。さあ、私が裏口まで守ります。急いで脱出するのです。そうですか。わかりました。行きますよ、リアナさん。しっかりついてきてください。時空の裂け目をこのように使うとは <laughs> これは脳中ですね。以前見たことがあります。 これは確脳虫は寄生した宿主とそれを操る者との精神をリンクさせます私の力なら追跡が可能ですなんてことこの拠点の地下にいる今回はすぐに処置ができたので特に後遺症などは残らないでしょうどうしたのですリアナ二人とも無理に戦う必要はないのですよ もし彼らのもとに行きたいのなら止めはしませんから私たち光の末裔もその使命が終わろうとしているのかもしれませんね光の力に頼らずとも人が自らの力で闇を撃つのならそれでいいのかもしれないそうですかならばリアナの望み通り 記憶を消しましょう時と知識の慈悲の神よこの者の心にわだかまりし記憶を拭い去り悲しき思いを癒したまえ二人とも決して無理をしないでくださいあなたたちにはそのような力があるかどうか見せてくださいはあこれで私も終わりですね 闇のない世界になった今、私たち光の末裔も、もう存在する必要がなくなりました。まだ晩作尽きたわけではありません。ただ、そのためにはかなりの準備が必要になります。光の末裔として生まれたにもかかわらず、嘆かわしいことです。ボーゼルの部下がいるとは、は、もしや、リアナ、急いで逃げなさい おそらく、ボーゼルの目的は、あなたを捕らえ、魔剣の封印を解かせることです。さあ、私が裏口まで守ります。急いで脱出するのです。そうですか。わかりました。結局、残ったのは私とリアナだけですか。しかし、ここで諦めたら、アルハザードは解放されてしまいます。暗黒からこの世を救うために、 絶対リアナをここから離れさせないといけません。ラングリッサーです、マッシュ。闇の王子の力に対抗するには、ラングリッサーを復活させるしかありません。セリア湖の神殿に向かいましょう。あそこの遺跡には、比較的新しい聖剣の記憶があるはずです。ボーゼルが倒され、アルハザードが人の手に渡りました。そうなってしまった以上、 もうラングリッサーは必要ないものだと思いますもともとあの政権はアルハザードに対抗するためにジークハルトが生み出した剣アルハザードは我々が何としてでも奪ってリアナたちに封じてもらいますどうしたのですリアナ遅かったもっと早く剣の力を封じておけばルシリス様はお下がりくださいここは我々で何とかします 全員配置について敵を迎撃します。しかし、ルシリス様ジークレディバルディア王ジークでも、あなたはラングリッサーにあなたの記憶を封印したとはいえ、心の中で彼への思いは変わっていないのでしょう。彼への愛の大きさが、今のあなたに死はいらないでしょう。 その力を見せてみなさいルシリス様私は間違えていたのでしょうか人の力がここまで強くなれるのならその心も今以上に強くなれるのでしょうか私が連れているのは遠距離攻撃ができる弓兵です疲弊に強く効率よくダメージを与えられます あそこに飛行系の魔物がいますね。私に攻撃の命令を。弓兵の長所は、遠いところから敵を攻撃できることです。しかし、敵に接近されてしまうと、防御力が弱いので、すぐにやられてしまいます。射程をきちんと把握した上で、上手に指揮してください。ここで起きる戦闘は、どれも過去の政権戦争の記憶。自らの身をもって体験してください。 そうすれば過去の歴史や今の使命をさらに深く理解できるでしょう自身の成長とともにあなたたちの記憶思考精神力も記憶のかけらとして現れますはい記憶のかけらで過去の経歴や体験成長は心に刻まれ皆さんはこれによってもっと大きな成長が得られます マッシュ、初めての成長を迎えましょう。先に進みなさい。あなたたちが直面する試練は次第に強大になっていきます。今の私には最盛期の力はありません。知識と記憶での協力しかできないのです。唯一あなたたちにしてあげられるのは、私が持つ記憶のかけらを渡すこと。 過去の私を召喚しあなたたちと共に戦わせましょう。ええ。英霊とはいえまだ未熟です。しかし今のあなたたちにとっては貴重な戦力となるでしょう。時空の裂け目の進行につれてあなたたちは様々な英霊の記憶のかけらを手に入れることになります。今すぐ召喚を始めましょう。時空の裂け目の中で ジョブアイテムを得ることで、ジョブのクラスアップができます。マッシュ、今すぐあなたのクラスアップ儀式を行いましょう。その通りです。前の職業をマスターしたため、さらに上級の職業にクラスチェンジできます。マッシュ、あなたは正式な戦士になりました。おめでとうございます。力を磨いて、一日も早く英雄になれるよう、 精進してください。私はジェシュカ。そう、ご存知の通り、女神の化身です。勇者よ、私に力を貸してくれますか運命の歯車が、また、動き始めました。最盛期には及びません。ですが、それでも良いところまで来ています。かわいそうな人。 暗黒を出しなさいいいでしょう。今はここまでにしましょう。光の導きがあらんことを。あなたの信仰はとても強い。とても喜ばしいことです。あなたの目はいつも透き通っていて力強いですね。本当に勇敢な方です。勇者に加護を与えるのはごく自然なことです。しかし、 何か違う。い,いえ、大丈夫です。私は、わかりますかそれもそうですね。あなたは聡明ですもの。では、あなたに無限の愛を授けましょう。あなたにだけです。んいいですね。無限の輪廻の中。 私は自分の役目を果たし続けていましたが、もう時間の流れに変化を感じられなくなってきました。女神に恵まれた勇者よ。あなたが作る奇跡を世に見せるのです。この世界に闇がある限り、成果の光は永遠に消えません。魔剣が永遠に封印されるならば、私が存在する理由もなくなりますね。 どんなに長く生きていても、周知を感じることは、変わらないのですよ。あなた、やはり違いますね。うん。ふふ。かわいい子ですね。さあ、続けてください。一時のことですが、自分の身分を忘れさせてくれましたね。この長い輪廻の中で、やっと、末永く共にやりたい方に出会いました。 魔剣は永遠に封印されるならそうですね。私はこれから、その後のことを探してみたいです。私は光の女神の化身です。それくらいにしておきなさい。愚かな許し難い仕業ですね。女神の光は、私たちを照らし続けるでしょう。また来てくださいね、私の勇者。